何よりも大切にする。気にしなくていい。俺が呼ばれたパーティーに同伴してもらうのだからな。俺の予定に付き合わせてしまうのだから、このくらいさせてくれ。ああ、それとも迷惑だっただろうか。それなら遠慮しなくてもいい。好きなものを選んでくれ。とりあえず気に入ったドレスを何点か選んだらどうだ。もしよければ俺がいくつかドレスを選ぼう。その中から選ぶ方があなたも選びやすいだろう。ひとまず良さそうなものを試着してみたらどうだ。どうだった？決まりそうか？あなたが選びきれないなら、俺があなたに一番似合うものを見立てるが、それでもいいか？そう恐縮しなくてもいい。もし希望があれば言ってくれ。
あなたに想像以上によく似合っている。彼女が身につけているものを全部いただこう。気にしなくてもいい。もう買ってしまったからな。それに、さっきのあなたは本当によく似合っていたからな。あなたとパーティーに参加するのを楽しみにしている。せっかくだからどこかで少しお茶をしていこう。律儀だな、あなたは。世の中には知らない方がいいことの方が多い気がしないか。あなたは俺の宝だ。世の中には知らない方がいいことの方が多い気がしないか。あまり人の多いところは申し訳ない。あまり人の多いところは、あなたは俺の宝だ。俺が決断するから、あなたは何も心配しなくていい。俺が決断するから、あなたは何も心配しなくていい。すまない。少し横になりたい。体調が優れなくて。あなたは無理して一緒にいなくていい。俺が決断するから、あなたは何も心配しなくていい。すまない。世の中には